どうもリントです。すごい体勢で寝ているので10日に、いやこれ多分近づいたら起きちゃうんだけど、ちょっとズームにしてみていこうかな。一応 Facebook に多分先に上がりますが、その後 YouTube にも上げよう。なので見てくださってる方、チャンネル登録お願いします。そして高評価、あと Twitter、Instagram、TikTok やってるんで、よかったらフォローお願いします。ではちょっとアップにしていこうかな。はい、うちのマナちゃんです。すごい体勢で寝てる。半目だな。器用に、ね、右足、じゃあ左足と右手がね、右手の爪の方で固定してぶら下がってて、で左手左足でやってて、右手の方の爪がね、これ頭にちょんって乗っかってて、で左足、うん、ちょ、右足はあれ乗っか、違う、中の金網についてるの右足かなと思ったら、あれうんちだね。右足は多分折りたたんでこの翼の中に入っているような気がします。ちょっとあれはうんちだね。繋がってないし、ね、体と独立した黒いやつ。どういう体勢、寝相悪くねそれ。すごい寝相してるな。あそこ、そしてあったかいんだよね、ちょうどね。あの背面がパネルヒーターついてて、で上からもヒーターがあるんで、いい感じにね、あったかいんですよ、あそこ。すげえ体勢で寝てるな。コウモリはこうやって寝ます。うちの子がちょっと特殊かもしれない。コウモリらしい格好をしてない。これさ、ちょっとカメラ一回転するね。でこうするとなんか普通の寝方に見えるんだよ。普通の寝方でもねえか、ぶら下がってるから。よいしょ。ほい。戻しましょう。体勢で寝てるね。やっぱ3倍のカメラになるとちょっとぼやけるね。2倍のカメラぐらいがちょうどいいかも。あ、今 iPhone でね撮ってるんですけど、こちらの子たちは多分このポーチの中で寝てる。こっちもあそこのハンモックの中で寝てる。ここも多分この上のハンモックの中で寝てる。近づいたら起きるんだよな。まあまだ警戒心はあってね、まあ、落ち着いてたとしても慣れてたとしても多分目は覚ますんだけど。あ、起きた。一人でに。ん？うんちしてる。うんちするときだけね、やって、お尻を下げます。あ、で、うんちした後にペロペロ拭いてますね。人間はね、ティッシュで拭きますが、動物ちゃんたちはね、自分でこう、毛繕いしたりして、綺麗に保ちますね。すごい、綺麗綺麗してる。で、すぐ右足離すね、あいつ。あ、やっぱりうんちだね、あそこについてるの。ほら、横のところ。ペチョって、あれがね最初足に見えたんだけどね、やっぱりうんちですね。あ、すごい毛繕いしてる。
結構ね、舌が長いんですよ。映ってるかどうかあれだけど。舌でね、結構綺麗に保ってますね。できればね、この距離を保ちながら撮っておきたい。近づくとね、一旦行動をやめるのね。で、その後ね、また行動し始めるので、少し時間がかかるのでね。私には慣れてはくれてはいるが、一旦ピタッてはしとるから。まあ、フクロモモンガちゃんたちでもね、それは全然あるので。動物どうしてもね、一瞬ビクッとはしちゃうんで。寝る体勢には戻らないのかい？やっぱ足片方外してるね。左足が軸なんだろうな。近づいていない状況でも動き止まったな、あいつ。いや、可愛い限り。うちのペットマンションは今こんな感じですね。コウモリちゃんがこのガチャガチャの上にいて、で、この真ん中のところ右上ね、ここね、ここがハルとウララの部屋で、ここがギョロちゃんとハロくん、そして子供のウィンちゃんのお部屋、ここがパッちゃんのお部屋、ゆくゆくはここにウィンちゃんが入る予定。ここがね、コケリウムになっていて、沖縄シリケイモリのカルとロウがいて、あとはエゾサンショウウオのクロくんがいますね。そしてここがね、ヒョウモントカゲモドキの、ロペ様とルフ様がいます。ここはね、いつかお子さんが入る用のお家として作ったもう一個のケージ。でも、それはゆくゆく。そしてここね、セープシシバナヘビのサナちゃん。で、一番下、この大きいケージがね、サバンナモニターのシェフィーさんがいるお部屋。もうね、ケージ全部手作りだから。この間ね、ケージの話もちょこちょこ出てたりとか、あと、YouTube であんまり言ってないんですけど、ケージもね、まあ、北海道なので、冬場に向けた作り方してて、今軽くじゃあ説明しようかなと思って動画で説明しよう。ここはね、床パネルと上のバスキングのライトで基本的に中を温めるような状態になってます。基本的に夜寝るときはパネルヒーターのところにシェフィーさんはいて、日中はね、バスキングのライトつけて、石温めてるんで、石のところでね、体温めていることが多いです。で、こっちはあんまり暑いゾーンではなくって、水容器と、が置いてあるだけのゾーンにはなるんだけど、基本水容器でうんちしたり、まあ水浴びしたりって感じですね。まあ自分で温度調整できてそうなんで、って感じ。で、ここ、セブシシバナヘビは、床に下にパネルヒーター1枚引いて終わりです。基本的にそんなに上にはいかないので、下をじんわり温めるような形になってます。で、この子たちもバスキングをするようなタイプの子ではないので、バスキングのライトとかなし。こっち、ヒョウモンとかゲモの木、ヒョウモンとかゲモン一緒で、上に乗っけるヒーターとかはなくって、基本は床下にパネルヒーターが1枚引いてあります。パネルヒーターがね、こっちのケージとこっちのケージと両方に乗っかるようにパネルヒーター置いてます。なので1個のヒーターで2個のケージを温めているっていう状態です。まあシェルターがあってって感じですね。で、サンショウウオはね、12、3度の温度設定にしてワインセラーで管理しております。で、中で苔もね管理してっていう感じで、あそこだけは年中十何度っていう冷たい環境下にしてます。沖縄シリケイモリとサンショウだけがそういうちょっと冷ための温度設定になってます。沖縄シリケイモリもね、すごい元気です。12、3度で。で、ここはね、
真ん中に、保温球が見えるかな、あの保温球ね、あの保温球がね、実はこうやって見ると、あー映らないな、あ映るかちょこっと、あの間をね穴開けて、パネルがね、真ん中にプラスチックのパネルがあるんだけど、プラスチックのそのパネルにあの円形の丸を開けて、通してある状態になります。で1個で両方の部屋を温めるって感じですね。なので真ん中にズドンって入って、ここをやってこうすれば真ん中にズドンってこういう風に、ひよこ電球が入って、こっちもこっちも温められるよっていう状態だと、背面のパネルに、パネルヒーターを1枚貼り付けてありますっていう、その2個のね、あのヒーターで温めてる状態で、横はねビニールシートで覆ってるっていう状態なので、保温もしっかりできる状態ね。で奥のパネルも、あのここにあるこのプラスチックのパネルと同じもので作ってるので、あの背面の方には温度は逃げにくい状態になってます。まあ、角にね、あの丸い穴は開いてたりはするんだけど、基本的にはあの通気性の悪いあのパネルなので、プラスチックのなので、背面には、温度が逃げないので、背面からこっち側を温めるっていう感じにして、プラスヒーターなので1個のケージでパネルヒーターとヒーターで2個使ってます。それが上も同じ、上もねちょっと見えないんだけど、真ん中にパネルヒーターじゃない、ひよこ電球のヒーターがピョッて入って、背面にパネルヒーター1枚貼ってるっていう状態になります。でまあ冬本番になったら、あの上にある毛布を、このケージ自体に上からかぶせて、正面の部分も温度が逃げないようなあの状態でね、日中は管理しようかな、日中とか、まあ、基本的な管理はそれにしようかなとは思ってます。保温しておきたいのでね。で横は年中、ビニールシートがね貼ってある状態で、うんちの飛び散りをね、あの横に落ちちゃうので、そういうのも防止する形でやってます。まあ正面にはね、うんちちょっと落ちたりするんで、ちょっとあのシェフィーさんのケージのね、あそこら辺にちょっと溜まったりはするんだけれども、まあその辺はすぐ掃除機かけて終わるだけなので、そこに落ちるのはまあいいかなと思っております。横の飛び散りと背面への飛び散りは、このケージはない状態になります。完全な手作りケージなので、もうなんともまあって感じですけれども、常にねそういう感じで試行錯誤をしながらあのやっているケージがこのケージでございますっていうので、ちらっと説明してしまいました。はい、本当はコウモリのお話だったんですけれども、いやただすごい体勢で寝てますね。あ、また寝た？あ、まだちょっと起きてる。その体勢寝にくくないのかな、あの体勢が好きなんだね、そういう寝相なんだろうね。ちょっと近づいてみて起きるかな、近づいて起きたらごめんなさい。あ、起きた。足ここにあるんだね。あ、足広げた。体勢で寝るね。さあ戻ろう。まあ多少は警戒するわな、近づいてきたらな。それはどんな生き物だろうと同じ。はい、っていうところでございました。コウモリちゃんの寝相と、ちょっとうちのケージの保温のね仕方という部分のちょっとお話をさせていただいたやつです。保温のね物をいっぱいあってるから、コンセント浮かせてるんだけど、コンセントにめちゃくちゃ刺さってるんだよ、ここね。床にも入れちゃうとほこりかぶりそうなんで、宙に浮かせた状態でやってます。もう電気代バカ高えな俺ら。まあ好きでねこうやって管理してるんであれですけれど、まあ、そんな感じでございます。はい、っていう感じの動画でした。
それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。